ないな。店を開けててもお客なんてほとんど来ないのに。主任、おはようございます。あ、おはよう。正月なのに出てもらって悪いね。いえ、正月って言ってもどうせ家でゴロゴロしてるだけですから。まあ今日のフロント周りは君と僕だけだけど、お客さんも少ないだろうからのんびり仕事しよう。はい。もしもし。おはよう。おはよう。これからそっち行くから。え、どうしたの？シフト今日は休みになってたけど。家にいても何にもすることがないし、年末にやっておきたかった仕事がちょっとだけ残っちゃったから、主任さんに一応お伺いを立てておこうと思って。よっぽど仕事が好きなんだね。何時頃出勤予定ですか？14時頃かな。随分な社長出勤だな。それじゃあ後で。はいはい。主任、なんだか嬉しそうですね。そうかな。今の電話はもしかして美和さん？そう。今日は休みなんだけど、仕事が残ってるから午後から出てくるって。それ、主任の顔が見たくて来るんじゃないですか？相変わらずラブラブですね。そんなことないよ。この前も大喧嘩して、しばらく口も聞いてくれなかったんだから。結婚式も近いのに？準備に追われてると、時々イライラするみたいでさ。そりゃ、女の子にとっては人生で一番大事な日ですから。君の方はどうなの？彼氏とはうまくいってる？うまくいってるっていうか、普通かな。それに結婚を意識してるわけじゃないし、私たちまだ若いし。僕らだってまだまだ若いし。そのまだまだ若いっていう言葉がもう若くないですよ。そうかな。そうですよ。もう5時なのに。もしもし。あ、お母さん、こんにちは。え、ダメって、ダメってどういう意味ですか？交通事故。美和は今どこにいるんですか？あ、わかりました。すぐに行きます。主任、どうかしたんですか？主任、thank you.
ありがとうございました。